今回訪れたのは1982年に始まったロングビーチアンティークフリーマーケット。アンティークもののおもちゃ、家具、洋服、靴、アクセサリー、コレクターグッズなどがいっぱい。およそ2万5000坪の会場を埋め尽くしています。フリーマーケットではたくさんの商品の中から掘り出し物を見つけるのが楽しみですよね。そこで井上さんが誕生日を迎えたということで、こちらの20ドルでプレゼントを探したいと思います。レッツゴーと張り切って出たものの、800以上の展示者が参加。商品の数も50万以上あり、チョイスがありすぎてなかなか決まりません。あ、これいいんじゃないですか。素敵なティーセット。たくさんある商品の中から20ドルでいいプレゼントを見つけるコツを、ロングビーチアンティークフリーマーケットを立ち上げたご本人に聞きました。 I have a purpose of looking for a present for $20. Can you give me a pointer? Well, jewelry, you can't go wrong, and there's a lot of costume jewelry items that are maybe 30, 40 years old, bracelets, and you know, you can find plenty of that. 私も早速15ドルから10ドルへ値切ることに成功しました。これ可愛いんじゃないですか、旦那さんとペアで。 How much for these two? There's $20. $20? Yes. Can you go cheaper? 残り10ドルしかないので、さらに粘りました。 How about $15? That'd be suitable. I have 10. 10. Okay, $10. $10? Okay. やった、取れた。 Thank you.70年代初めのペアのコップ、20ドルから10ドルに値切って買うことができました。ロングビーチアンティークフリーマーケットは月1回午前6時半から午後2時まで開催しています。今日は宝探しをしてるみたいでとても楽しかったです。そして井上さんのギフトも買いました。喜んでもらえるといいな。皆さんも第3日曜日にやってるので、ぜひ行ってみてください。